森に囲まれた小さな村に仲良しな姉妹が暮らしていました。歩いてきたけど、体ちゃんと進めてるのかな。ここにもモンスターがいる。見つかりませんように。何もないよりは。お姉ちゃんの本で見たことある。一応持っておこうかな。何か使えるもの。あの植物、確か生き物に種を飛ばして体の中で成長するって。動くものに反応するんだっけ。お、何かを怖がってるみたい。大丈夫、大丈夫。治水草だ。刺さったら体がしびれて血を吸われちゃう。たくさん怪我をしてる。どうにかしてあげられないかな。あんまり動くと、あれ？よくわからないけど。よかった、これなら大丈夫そう。お腹が空いてるの？ちょっと待っててね。
私は行かなきゃ。元気になるといいね。なってる。上に続いてるみたいだけど、登っていくのは無理かな。行き止まり。もしかしてここから出られないのかな。あ、びっくりした。会いに来てくれたの？私ここから出られなくなっちゃったの。運んでくれるの？ありがとう。これじゃ進めない。あ、びっくりしたよ。ふかふかだから平気なんだね。綺麗に光るんだ。
あれを怖がってるんだ。よし。大丈夫？怪我してない？ありがとうございます。私は、でもこの子は私を守ろうとしてくれて、こんな怪我を。とっても勇敢な子だね。ありがとう。すごい。一緒に外に出ようね。誰もいなさそうだね。暗くてよく見えないけど、さっきと同じぐらいの部屋かな。鍵がかかってる。どうしよう。このランタン、どうやってついてるんだろう。やっぱり行き止まりみたい。どうしたの？あ、土の中も動けるんだっけ。
ここも鍵がかかってる。行ってくれるの？ありがとう。気をつけてね。無事に逃げてね。止まりだ。
ビビちゃん。あの人、どうしてここに？あの時の、大丈夫？よかった。大事な友達を助けたいの。力を貸してくれる？